ハル王子は、ウィリアム・シェイクスピアのヘンリアードに登場する、キャラクターとしての若き日のヘンリー5世を指す、文芸批評用語である。ハル王子は、イングランド王位の継承者であり、ヘンリーという名から来る、このあだ名で王子を呼ぶのはほぼ、フォルスタッフのみである。主に、ヘンリー4世、第1部及び、ヘンリー4世、第2部の批評などでこのキャラクターに言及する際、 春王子という名前が用いられる。春王子は小物の犯罪者たちやの楽楽楽、物たちの社会を楽しむ気まぐれな若者として描かれており、これは歴史的に若き日のヘンリー王子の振る舞いとされているものを誇張した描写である。春のキャラクターがシニカルなものなのか、真摯なものなのかという問いについては批評家による幅広い議論がある。ヘンリー4世。 第一部でホルスタッフがホラーを吹く話を聞く春、ヘンリー4世二部作では、砕けたあだ名の春は王子だけに対してしか使われず、他のヘンリーという名前のキャラクターには使われていない。春という呼び方の他にもいくつか、ヘンリーを指す呼び方がある。実際、王子は劇中で、春、ハリー、ハリー・モンマスなどいろいろな名称で呼ばれているが、ヘンリーとは呼ばれていない。 フォルスタッフとネットポインズだけが王子を春と呼んでおり、ポインズは二度しかこの故障を用いていない。フォルスタッフは40回ほどこの名前を使い、退官の際には春を戸まで挨拶する。ヘンリー4世第1部では、ハリーという名前はハリー・ホットスパーを呼ぶ際に最もよく用いられており、ホットスパーは劇中で王子を引き立てる役どころとなっている。王子自身は普通。 この二人が対比される際は、ハリーと呼ばれている。ヘンリー四世、第二部では、不王と比べられる際はそれほど、ハリーが使われているわけではない。最後に、春王子が新しく即位した王の兄弟を殺す、トルコの習慣に触れ、ムラトがムラトを継いだのではなく、ハリーがハリーを継いだので自らの兄弟は、心配する必要はないと述べる際に、特徴的に用いられている。ヘンリー五世では、 春という呼称は用いられず、ハリーだけが使われている。公的な王の名前であるヘンリーは、エピローグのフランスとイングランドの王として、子供の衣を着たまま体感したヘンリー6世という、セリフで一度だけ用いられている。春とネットポインズ、ヘンリー4世に不作における、春王子のキャラクターについては長きにわたる議論があり、とりわけ春の法償で、反抗的な振る舞いは、 どのくらい本気で行われたもので、どこまで計算づくなのかが焦点となっている。父との葛藤の最中にある息子としての春の描写は、シェイクスピア以前からイングランドの大衆文化に流布していた物語に由来する。こうした物語は、シェイクスピア以前に著者不明の芝居、ヘンリー五世の有名な勝利でも描かれており、この芝居では、春の犯罪的で報抄な振る舞いは全て本気で、 行われたものとして描かれている。シェイクスピア劇においては、春は自覚的に気ままな暮らしを選んでおり、それは後で大きく変身することによって人々を驚かせ感じいらせるためだと独白で述べている。ヘンリー4世第2部では、ウォリック博が春は人間の性質について学ぶためにいかがわしい者たちと付き合っているのだろうと示唆している。外国語を学ぶように、 自らの仲間を研究しており、それには卑俗で侮辱的な言葉を学ぶことも含まれるが、結局そうした言葉は知った後に嫌われることになる。こうした物語はおそらく、ヘンリー4世が1411年に病気になり、若きヘンリー王子が数密院の長として、摂政を務めた際、王子と不王の支持者同士が対立したことに由来する。王子はフランスと、 改戦する、要数密院を説得しようとして、王の意志に背いた後、不王によって、数密院から遠ざけられた。王子の代わりに、弟のトマス・オブランカスターがこの職務に就いた。この出来事は、ヘンリー4世、第1部では、王が、お前は、数密院の席を無礼にも失った。弟が代わりをすると述べるセリフで言及されているが、これは、政治的な意見の相違ではなく、 春王子の公害で低俗な欲のせいだということになっている。歴史上のヘンリー王子の法相だったとされる若い頃の生活ぶりに関する物語は本人の死後に弟であるグロスター公ハンフリー・オブランカスターが編纂させた年代記に登場する。ハンフリー・オブランカスターは兄王が知性の愛大化に経験で禁欲的であったかを強調したいと考えていた。 ティトリビオフルロビシによるヘンリー5世の生涯では、不王が生きている間は、ウェノスとマールスの自席その他の若者の気晴らしに励んでいたと、述べ、暴力や愛欲にふけっていたと示唆している。ありがとうございます。